言いましたが、今年からは外の方にマーチとビニールを貼ってコルタンを5本現在育てていますが、今年のコルタンの苗も成長が悪くて、最近ようやく子づるが伸びてきました。子づるが大きくなって孫づるがついた、その孫づるに、メロンの実がなります。今日は8月25日です。コルタンのネットの周りを撮影してみます。8月に入って急激に成長しまして、現在このように大きい実がたくさんついております。葉っぱの方も、少しずつ、枯れてきて、木も弱ってきているのかなとも思いますが、たくさん実が、ざっと20個以上はついているような気がします。実も急激に大きくなって、随分色が、黄色くなってきております。上の方はもう花は咲いてますが、もう実はならないと思います。タヌキの被害がありますので、柵の周りにはこのようにネットを張って侵入を防いでおります。こちらはまだ小さいですけど、随分たくさんつきました。で6個目、今年は6個目です。こんなに収穫できた。やりました。いいですか。はい、いいです。今日収穫したコルタンです。ヘタが取れて、いい感じで取れました。もう一個の方は、まだつるが枯れてませんけど、つるを切って収穫したらこんなように蜜がつるの先端から出てきています。これも熟して甘くなっているかと思います。